防追井くんは財団法人暴力団追放運動推進都民センターのシンボルマーク。イメージ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に定められる暴力追放運動推進センターとして指定を受け、1992年5月1日より防追都民センターが発足するにあたり一般公募したシンボルマークである。くんは両手拳を 高々と上げて、暴力団追放に勇敢に立ち上がる都民の顔をユーモラスに表現しており、無名の時から帰還し、ポスター、配布物などにお目見えしていた。しかし、このキャラクターには名前がなかったため、防追都民センター発足15周年を迎えるに、当たって、ふさわしい名前を一般公募した。その結果、応募総数1469通。 応募名数1692通の中から、最優秀作品、坊追君が選ばれ、2007年に晴れて、暴力団追放運動シンボルマークとして、命名された。広報警視庁、第25号ウェブ版平成19年5月13日、アーカイブド2008年12月19日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、暴力団追放運動を見かじめ両党不払い。 宣言大会新宿警察署アーカイブド2008年6月15日アットザウェイバックマシン東京ドームシティ暴力団等排除対策協議会設立のお知らせコーポーレートガバナンス株式会社東京ドームありがとうございます